ヤンバーガーのバイトの子がじっと炎を燃やしてるからな。うちの野菜がしなびて、こんな困ってんだよ。ヤンバーガーの、なんか女の子の告白断ったったらしいですね、こういちくん。ちょっと見に行こう。視聴率下がる？カチカチって聞こえた？気のせいだよ。いらっしゃいませ。え、ゴミですか？ゴミでしたら自分で片付けてもテーブルの上に置いててもいいですよ。黒いゴミ表出しちゃいますよ。ねえ、回ってくる順番は決まって、堀江通りに来るのはずっと後ですね。堀江通りまだ来ないんだ。孝一さんいらっしゃい。私、本気で孝一さんのことでも、もういいんです。私、競争店苦手だし、さよこさんにも、弥生さんにも、パドの病院の受付の子にも素敵な人たちだし、だから私のことは忘れてない。忘れてください。ごめんなさい。すっごいなんか言われてんだけど、重たいな。この放送の視聴率が下がる。いや、むしろ上がるから。やめろよ、お前。ただの病院行ってみるが、受付って可愛いの、ちょっと見に行こうぜ、受付の病院。可愛くなかったらちょっと、帰ろう。次どこだろう？さっき住宅街でしょ？ガキんちいるけど、ちょっとごめん。イベント、時間ないから、無視するわ。受付の女の人。あ、孝一さん、ゲネスの人たちって本当にいい人になったんですね。この病院が巡回ルートの最後なんですけど、この後また最初から巡回するんですって。すごいね。でも私、孝一さんの思う気持ちを気合入ってるんですよ。なんかすげえモテててうざいんだけど、主人公。まさか、気づいてないの？時間ない、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 時間ない。10何秒。どこ行くお前ら。どこ行く？病院が最後でしょ？え？駅前かな？駅前がホリデーだろ？駅前だな、次。俺信じるわ。ホリデーだと思うの？ねえ、ないない。ホリデーだとか思ってるやつは童貞ですよ。覚えとけ。童貞オッツー。駅前行きまーす。駅前行きまーす。あ、今なかった。よし。こんにちは。ないなぁ。住宅街。え、ちょ、住宅街。ちょ、なんだ。住宅街じゃ、いいか。ここだ！イベント発生！神か。ゴミがいっぱい落ちてる。ゴミの山か。よぉビビりすぎだろ。どうしよう。よぉダサくないですよ。かっこいいですよ。だって、590番お願いします。1番か2番。返信見た？それとも、うまく話取らせてどうする？お前ら決めてくれよ。さあ、90番は、1番ですね。見ましたか？何をだ？あー、なんでもないぞ。それよりここを張っとるということは、ゴミ回収車を待っとるということじゃの。はい。ほいじゃ、わしの言う通りやってみんか。やってみる？何やらしてくれんだろう。ちょっと選択肢多くてイライラしてきた。すぐそこ。サンクス。よし。やるか。よし、じゃあ20番1です。やってみましょう。あ、何をすればいいんですか？よし、ちょっと待っとくれ。何すんや。うわあこいつに、マジドキュンだろ。これで黙っとっても奴らの向かう先にたどり着けるというわけじゃ。じっとしとるよ。くっさ。薄い本が厚くなるのに、これ。わかりました。すまんの。この山はわしの独断で動いとるんじゃ。手が足りんけ。ちょっと協力してもらうで。お！毎度おなじみ、ゲネス廃品回収です。燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミ、ゴミというゴミ、すべて、引き取ります。ゴミ収集車、大丈夫かな？ね、いらなくなったゴミはお持ちください。ご不要になったものは何でも引き取りますよ。今何か言ったか？これで最後だ。早いとこ戻っていっぱいやろうぜ。あ、いいね。
トラックタイプですね、ただの。あの、ぐちゃぐちゃする、ミキサーするみたいなやつじゃなくて。下田、わしということが車を忘れてたわ。これじゃ応援じゃないか。おいー、バカか。仕事終わりで一杯とか分かってんじゃん。お酒とかクソまずいから。何言ってんの。名前なんだろうな。ヒヒヒヒヒ、どんどん燃えろ。さ、焼却怪人ゴミバーナー。さて、今回はこれでしたね。ゴミを燃やしてこの街の気温を上げようっていう、そんな怪人かな。顔黒い、お前ら並だよ。やばいぞ、これ死ぬんじゃねえの。力がみなぎってくる。もっとゴミを入れねばーなー。うっ、プレス危険ってやばいやろこれ。なんでここ倒れてんだよお前。ここは何？なに？うっ、潰れる。ジャンプ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 、トウ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 。かっこいい。あ、正義プリンス、ありがとう。さっきの借りは返したわよ。助けてもらわなくても自分の力だけで脱出できたのに。そういうことにしておきますか。ねえ、知女さんですね。じゃあ私はこれで失礼するわ。ぼやぼやしてると私が事件解決しちゃうわよ。潰れてたんだろう、確かにな。知女さん、今日も元気ですね。あ、コマンダーがいる。ゲネスコマンダーだっけ。ちょっと強いです、赤は。3倍の能力。ヒヒヒヒ、これだけの量が集まるとワンダー。よくやった、ゴミバーナー。ゴミを集めることで世論は私の味方、そして DT ダラマンたちは孤立。やっぱりゴミを燃やすことでお前はパワーアップということないな。よし、おほほほほ、目が怖い人です。燃やすことで発生する熱で人間はダウンし、このまま燃やし続ければその時に出る有害物質で奴らの寿命は縮まる。自分で自分の首を絞めるということだ、バーナー。ヒヒヒヒヒヒ。侵入者だ。知女さん、このゲーム知女しかいない。やっておしまい。やっておしまい。いい機会だ、ゴミバーナー。やっておしまい。勝てんの？いや、やつはゲネソルジャーに任せるバーナー。ヒヒヒヒ。何？命令だぞ、ゴミバーナー。俺は自由に生きる自由人にならねえバーナー。ならねえバーナー。行くぞ、ゲネコマンドども。命令に従わないんだけど、こいつ。待って、まだ街に出るな。一体どういうことだ。なんだ、命令聞いてくれなくなったんだ、怪人が。どうしたんだろう。笑ってんぞこいつ。ゲネ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 。さて、バトルスタート。ジムバッジ足りないんじゃね。そっか、レベル高すぎるんだね、あのバーナーが。よし、ザコ敵戦です。よいしょ。ザコ敵戦はまあまあ負けませんよ。よいしょ。ザコツー、よし。痛い腕が。よし。おほほ、死にさらせ。おら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 。ワンターンで死んでくれたら楽なんだけどな、ほんと。死なねえかな、ワンターンで。お、おら、お、お、お、あ、ワンターンキルだ。よし、気持ちいい。やったウィン。いつも一回ぐらい失敗するのにな。やるじゃん、ありがとうございます。ま、これがニコ生のプロですよ。視聴率うなぎ登りなんだけど。いっぱいいるな。キリがないな。ドン！おぉ、すごい。逃げたぞ、おい！どうする？車いっぱいあんな。車乗って逃げようぜ。ドン！どうだ、探せ！ふぅ、体育座りするヒーロー。ん？
走った。うん、回収車かなこれ。うん、うん、どこ行っとんや。 CM 入ります。あ、入らなかった CM。 すっげえゴミだらけじゃんあれ、ゴミバーナー様はどこにいるんだ。確か青果市場を襲撃すると。また予定が変わったんじゃないか。火星城だってこうもちょこちょこ場所が変わったな。ちょっと全く意味で、また探しに行くか。なんだこの BGM は。ふーん、ディディドラマン。一人一人がゴミを減らす工夫をしましょう。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの分別をしましょう。ゴミは黒いポリ袋に入れて出しましょう。ただの市衛生局からのお知らせでした。ふーん、ディディドラマン。みんなもちゃんとね、やりましょうよ。ダイダラドミに入りますが、俺はどっちかというと、あれかな、燃えないゴミだよ。よいしょ。ワイフと喧嘩したせいでイライラする。よし。ゲネスが CM 撮影とか理由つけてスーパーただのに押しかけるらしい。へぇ。スーパーただの。そこですね、もう確実にゴールは。そっち行きましょうか。燃え燃えだよ。あ、燃える、そっちの燃えだったら燃える方のゴミだよ。ごめんな。燃え燃えキュン。よし、近頃子供たちが市場で鬼ごっこしやがんだよ。怖い。キモい。キモくないよ。うふふ。よし。まあ、スーパー行くまでにちょっとうろちょろしようかな。でもいっか。行っちゃうか。スーパーただの。ただのスーパー行こう。犬いじる飲めとか、お前、手に振りました。暑さで食欲湧かない今のわしには、楽しむ元気なんか出ないんだよ、困ったな。よし。でも、スーパーって結構涼しいよね。何度ぐらいなんだろうね、このスープ、この世界。気になるな。今日はちょっと気温が高いから晩ご飯をさっぱりするものにまとめちゃおう。よし。こんにちは。今どんな感じ知らないよ。冷房を最大にしてるのにこの暑さ、野菜がしなびなきゃいいけどって、生涯から野菜のこと感じられちゃうんだよな。君はどうだい？納豆にマヨネーズをかけて食べるとうまいと思う人かい？いや、嫌ですね。食いたくないです。彼女はそう言うんだ。そんなの美味しいわけがないって。そんなの偏見だと思わないか？いや、いらないです。美味しくなさそうです。どうも暖かいの通り越して暑くなってきましたね。あ、ごめんなさい。よいしょ。なんだか暑いわね。うちのペットのカエルは熱帯生まれだから暑くても食欲あるの羨ましいわ。よいしょ。普通に美味しいの？怖いわ。お母さんこれ見て。ヒエヒエキャンディーを10袋買うともう1袋プレゼントだって。すごいね。だから買って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 。バカ。うるさいわお前。そんなこと言ってんのいつも。あかんで。MST なんでだよ。そんな狂気を感じる要素一つもなかったよ。よし、出よう。マヨネーズ混ぜて、納豆トーストにしたら美味しい。あ、それはまだ食べれそう。朝ごはんに。いいかもしれない。いいノック。よし。てか、まだ、ボス戦ないんだけど。いつボス戦すんだよ。ボスブス爆発。よし。駅前のゴミも回収し終わった頃だから、そろそろホリデー通りに来る頃ね。ね。あら。ホリデー通りですかね、今回来るの。どうなんでしょうか。あら、隣の奥様、今日の晩ご飯は冷やし中華じゃないざーま、そっか？はりがいないざますん？どっちだろう？スーパーかな？ま、こっち機種なり、プレイステーションビータですよ。みんな大好きな。よし。こんにちは。どんどん暑くなってきた。夏真っ盛りって感じ。海水浴とか行こうかな。夏なんだ、この世界。僕でなんだか汗かいてきちゃった。お店の中トコトコ歩いてるだけなのにこれって暑いからかな。で、暑くなってきた。浸透滅却すれば皮膚もまた涼しい。これ本当なの？
アルプス越えってなんかあるんだけど、一緒に。なんだろうこれ。バーロー。キネはあかんやろ、すいません。この店暑くない、ベスト脱ごうかな。でも下のシャツ恥ずかしいからだしな。もちろん恥ずかしいアニメキャラだよ。大好きなアニメキャラだよ。そうか。赤の下は君もそうなの。俺はね、あの T シャツ持ってますよ。あの、生主って T シャツ。外には着ていけないわ。生主ってね、あの、胸に漢字で書いてる T シャツあるんだけど、ね。みんなも持ってるでしょ、そういうの。生主アピールですよ。いや、持ってないのみんな。生主って、あれ、生主ニコニコ動画のプレミアム会員でさ、コミュニティ作って、コミュニティ人数1万人超えたら運営がくれるんだよ。嘘だよ。よし。でも持ってんのは本当だよ。そんなんある、あるよ、本当に。うん。本当にあるよ。大体だって公式呼ばれたりしないの。毎日呼ばれてんだけど、すいません、ちょっと、忙しいんでって言って断ってます。暑いわね。勇気あゆの熱愛が発覚した可能性が大ね。ディディダラマンのスクープ。彼も正義プリンスなんかあったり、二人はやっぱり仮面夫婦だったとか。仮面夫婦ってなんか違う気がする。よし、行きましょう。セーブいいのかい？セーブしよう、セーブしよう、セーブしよう。セーブしよう。間に合え、間に合え、間に合え、イベント発生。よかった。なんか、すごい蜃気楼になってる。ゾンビじゃねえか。あ、JK、パンツが。どんだけ熱いん、これ。カゲロウ。バイオハザード。バイオハザード。熱いぞー。熱いぞー。アジアラーもやばい。熱いかもー。マスター、暑いです。確かに、何なの一体。クーラー動いとる。あれクーラーな？あ、ただの、おしゃれなインテリアじゃないの？あの、くるくる回ってんのって。暑いから全裸になろう。いいですね、皆さん。じゃあ皆さん、まずリスナーさんから全裸になってみてください。ひひひひひ。ゴミを燃やし続けたおかげで過ごしやすい気温になってきたばなー。もっともっと熱くして俺様の楽園を作らねんばーな。待て。もうなってんの？待て。何者ばな。かっこいい。さてお前ら、聞かせてくれ。スーパーヒーロー、ダラマンの決め台詞。行きましょう。990番お願いします。じゃあどんな台詞を聞かせてくれるのか。さて、今回の990番は、1番、クールクールかまた。行きましょう。クールクールと冷たい時代をホットなソウルで熱くする。かっこよくない。ダサいわ。ふーん、 DT ダラワン。もう暑いけどさ、今暑いけどさ。消し済みにしてやる。やれ。さあコマンドですよ。バトルスタート。これ、ターってどこ行ってんだろうな、ほんと。気になるわ。よし。ちょっと連打が散ります。見とけよ。よし。行くぜ。ガチ連打に勝てる奴はいない。おー、ボロ勝ち。はい、検証に大丈夫です。暑いけど太陽系だから大丈夫だ。確かに。あ、やばいやばい。ふぅー。連絡が早かった。出てけ、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 出てけ。相変わらず体力5かよ。あ、敵体力5ってなんでこんな低いんだろうね、ほんと。よし。撃破。弱す。弱す。弱す。なんでゲーネコマンドだけ弱いんだろうね。さあ、ヒーロー、ウィン。あ、なるほど。1体の体力が5ってわけだ。ねえ、情けない奴らだ。次は俺様が相手する側なんだ。うわ。あら、正義プリンスじゃん。プリンセスや。地女さんですね、別名。ふぅー。かっこつけるね。倒してくれたから終わったんだけど。終わり？これで。顔キモいな、こいつ。不覚を取った。ここは一時退却してパワーを蓄えねばーなー。逃がすな、逃がすな。隠し通路でアジトへ逃げましょう。逃がすか。
大丈夫ですか？うう助けんなよこいつ。さっきあの正義プリンセスのなゴミ投げたやつだろ。ふざけんなよ。でもさっきの主婦たちじゃんこれ。では私はこれで。あのどうして助けてくれたの？あんなに意地悪したのに。これでも私はこの町のヒーローのつもりですから。かっこやっぱダサい。あかん。でも顔があかんわ。セリフはすごい良かった。もっと別の格好やったらすげえかっこよかった。よし、あこ行こう。セリフはかっこいいせやな。あのね、水泳教室なの。でもママが帰ってこないの。私暑くて一人じゃ探せないの。遅刻すると水泳の先生に怒られるの。水泳教室なのにサウナに入れられるの。私嫌なの。だからホリデードリル探して。白いシャツに青のパンツなの。えげつないなサウナ。俺サウナ大嫌いなんだよな本当。サウナ得意な人いますか？本当サウナだけはどうも俺あかんくてさ、入った瞬間にあの独特の空気がダメです。ほんとそのサウナカメラ仕込んでる。怖すぎだろ。暑いわ。自分家のプール行くか。水泳の後サウナ入る。そうなんだ。俺今度スポーツクラブ行こうかなと思ったんだけど、コナミスポーツクラブとか通ってる人いる？行ってみようかな。泳ぎたい。泳ぎたい。ひたすら何しましょう。やりすぎバーガーですか？もし私小一さんへのアプローチもしかしてやりすぎましたか？全然振り向いてくれないし。だから小一さんを諦めます。早く買って出て行ってください。すげえ嫌われてんだけど。この人によいしょ。お水泳の後はねもうお風呂入りたいですね。だいたら泳げんの。俺は泳ぐのめっちゃ早いですよ。もう多分ここにいるリスナーよりは25メーターだったら早いの。公共のプールは誰かがおしっこしてそうでやだ。潔癖だなよ君。うん。病院の人も行きましょう。